ました。そういえば、そうそう、いろんなやつがいるぞ。フードをかぶ…そうなのですか。決まりもなく、すべてお好みで。それは、いいですね。なぜだかわかりませんが、少し憧れが。お前も、そんな変な服が着たいのか。いいえ、七国を渡り歩き、人々の生活を見てみたいですね。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか。いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか。はい、わかりました。はい、近頃はちょそれまでど、おいらもちょうど。はい、それでしたらこの後は。おお高級すぎては。おお、この店か？通りに目。いらっしゃいませ。君並みさん、こんにちは。あ、神里。はい、注文内容は以前予約した通り。はい、わか、旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。旅人さん、パイモン、いえ、いくつかさ。あ、行っちゃったな。なんか急いでたみたいだけど。お二人は、お店ももう長い。神里家の兄弟は、でもまさか、神里。初めてなのか。そうなの。こういどうしてだ。私もそう。神里様は完璧すぎる。あんなにいい子。そうだった。交流は少なくとも。だから、今日は神里たくさん食べて、私たち行こう。はっ、あ、彩香の声？すみません、旅人さん。私と一緒に。すみません。あの音は。見ての通り、この庭も私有地で。そうだぞ。私がお母様の子、今回椿異国料理。それだったら選べる。私もそうなのではないかと。料理を作っていただけませんで。どのような。おいら知ってるぞ。ピザだ。ピザ。おお、それはとても。ピザはや、
ん？うわー！おいらの直感が、もし声なんか…君たちは誰？まず俺は葬儀のた…さあ、怖がる！おいおい、そんな…落ち着け！来るな！俺は何もしてない！来るな！来るな！おい！だから何もしないって！おいら、何かまずいことでも言ったか？何か問題でも起きたら大変だ。とりあえず追いかけよう。どうしゅう、幽霊が。いや、そんなにびっくりしなくて大丈夫だよ。彼女たちは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ。でもお客…ごめんね。彼は葬儀。あれ、私はふ…でも私はこのし…そうだぞ。まあ今は…ん？往生堂は…ただし予約時間はまだ決まりそう。ストップ。その…悪いな。どう…最近葬儀自体はうまくいった。同主が言うには往生堂…それに普通に対する認識がすごいずれてないか。冒険。お客さんは桃。お客さんの獣医。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えてもみて。冒険者は毎日険しい山々を越え、秘境を探索し、数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方が、そちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなた何か欲しいものとかある？オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。それなら私だから。いつから共にな。往生堂、聞けない人。ほう、嬉しい。なんか変わったやつだな。お姉ちゃん、僕たち今フクロムジナを探してるんだ。フクロムジナがど…フクロムジ…え、聞いたことないのかよ。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろんなものに変化して神出鬼没で人を騙すんだよ。オレンジの米もいたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムジナは家に帰らねえ人をいじめるって言ってた。だから追い払えばずっと外で遊べるようになるだろ。でもすごい妖怪な。お父さん平気だけど。あ、もし、うん、それにフクロムジナの妖力フクロムジナって真実を聞いてくれ。え、本当？そんなことない。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ぶ。ちげえよ。そうそう、フクロムジナのこと。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、フクロムジナを追い払うのにいい日だって宵宮姉さんが教えてくれた。そうだ。そう。もういい、みんな宵宮…おいおい待てって。まずい、怒ら…宵宮…
いはい。そ、で、そら、うん。焦ったりへっ、今はいなくて、宵宮ね、家もはたかかった。あ、ちょっと、宵宮姉さんからって言うたら、わかるさかい。わかった。ありがとう宵宮おね。ああ、約束や。ほな、気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うと、袋ムジナは。ってことは。そうや。せやけど、あの子らが全部お前の使い。言いたいことは、遅くまで遊ばんようにする他にも、親御さんに別の考えがあるか、何も分かってへんのに、ズバッと袋ムジナな。それに、子供にとって、うちかて、どれもうちの、あかんべーして、どっちやろ。どれもも、子供の頃に信じたもんは、大人になったら、かけ、あんたらも、幻想が、ほな、長野原、そうや、せや、これ、ほな、稲妻の八重堂は知っとるか？しょ、まあ、悪い結末になりがちなんやけどな。例えば、非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間、二度と燃えなくなったとか。無礼は、時期花火大会や。お？どっちも。それよりも通っちゃった。あかん。かんにんな。でもさっきは。ほんで。父ちゃん。あ？こないだ注文。昨日の花火なら全部出荷した。ちゃう。今日の分も。ちゃう。なやで？材料の。あ？そうだそう。あ、ごめん。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当。かまへん。あ？任せ。ほんまごめんな、うるさかったやろ。父ちゃん耳が。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって、何を話しても肯定してくれてると思っとった。後になって、父、え、普通逆じゃないか。父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいか。せやけど。なあ、よいみや、帰ってきたのか。え、びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち。誰も見てへんな。出てきて。天領奉行の。悪かったよ。気にせんといて、作事。これから花火。ありがとう。こんなによく。昔の上。お尋ね者ってことか。声でか。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。危ないのは。もし船が今の稲妻。それは帰ってきたや。これ以上。平気平気、そう気にせんといて。短冊。そや、短冊にはその短冊を見。おお、すごい。代々伝わってきたもんやさかい、常連さんはみんな知ったる。当時、あの頃はこんなことになるなんて思い。そう気落ちせんと。原因は何。かたじけない。もうええ。ああ、うーん、稲妻出身やのに故郷に戻る許可が。せや、あんたらもおさ。それから勘定奉行にいる柊木千里に手伝ってもらって。ようや。なるほど。まったく、あんたらが旅してきたとこは。まあとにかくすまんな。面倒やと思うたらよかった。一つ聞いてもええか。あ、こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅をしてるんだ。それがどうかしたのか。
いや、羨ましいなぁ思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら。小一、どうや、船の件は順調か？ああ、問題ない。ただ、奉行の目をごまかすのは難しいだろう。待った、大丈夫や。おいら、なるほど。え、どうしてだ？鎖国令があるからな。わかっとる。なん、今持ってくるから。うん、ああ、そのつもりや。おっと、な。母ちゃん。よい宮は。高一に言われてへんかった。ここ最近、父ちゃんはい、また話、あんたらの分だけやのうて。袋無品を探しとった子供と、作次郎の分もあるさかい。雑巾にせんといて。お祝い事があるさ。でも、お前は。もちろん楽しん、とにかく。うちの心配、すまへんすま。次は城内を回ってみよう。あ、質問してもいいか？さっきからずっと喋ってるけど、喉は大丈夫なのか？喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？そう。みーダメだ。登場人物。こんちは、森。用件は言わなく。え、ほんま。花火大会の時期、毎年。気にしないでくれ。それでこちらのお二人が。この前、俺は息子と。そんなこと、もうちょい。そうか。外で他の。そう思いつめ。花火の注文やなくてもかまへん。あ、そうさせてもらうよ。功績はもっ。え、あかん。かまわんさ。せやけど。そう言わずに言う。お前ってこなら、それとお父さん。ああ、よい宮、人気だな。同じこと思う。せやから、みんなぜ、とにかく功績も材料の問題は。よい宮、どうせ花火の材料のことだろう。どうやら花火大会の時期によい宮が忙しい。悪いけど。かまへん、平気や。あー、ちゃうか、全然平気って。はほなら、あて、そうだね、大丈夫やんな。まだ完成して。相変わらず口、雨の魔流ではぜよそ者が。ですが。じゃから功績はわしに任せろ。えー、師匠自らですか？そう、大声を出すな。おおきに。気にせんでよい。長野原にしても。気ぃつけるように。とにかく。さすが先生、久しぶり。当然じゃ。ずっと昔。最初は初め。はい。よし、次は来い。やっぱ戻ってへんか。うちの月。ああ、ちゃんとは。うちの言葉初めて。おうと、あんたら旅人なんやろ。ええー、な、父ちゃんが昔。あ、せいやせいや。友達から、あんたらは何のために。あと、神様が。そうやったん、つらかったやろ。そっか。稲妻は他と違って永遠を求める国や。これのええとこは、疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。これじゃちと分かりにくいか。うちはただ、あんたが疲れてもうて、道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でも、それはしょうがないことだと思うぞ。疲れてる時は何やってもうまくいかへん。それに、遊び、うちの友達に冒険者がおっせやけど大丈夫。最後は、ここを去ってまうかもしれへん。ほんで、家族が見つかって旅を思い返したとき、
稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもよいみや、待たせたな。そっか、じゃあ雷雨にももちろん。一応、まあしょこれは最後にしてもこバレないよ、大きさは。わかった。だんだんふわうちはシャブギオという、おとなしくしとけ。それに今日そうだな、今さら。おほほな、こいち花火ももらならいい。姉さん、うちが説明したる。当時同じみんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活をはでもそして一番みんな高い、ここ全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時はあの頃の思い出。なるほど。そうや、ほな。ああ、俺もコウイチが紹介の友達を紹介してくれるたびに、子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日コウイチがまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら、こういちに笑われてな。気まずいし、恥ずかしいしで、顔真っ赤になってもうて。うち、ずっと謝っとったわ。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき、備えあれば憂いなしって言うやろ。うん、でもせっかく。せやけど遅かれ早かれ。すまない。謝らんといてや。ほんまにて。うん、絶対。こうまでしていない。昔の僕はそのことに気づいてか。いや、そっか、おいらたちが。ほんま大丈夫や、天領奉行。あ、嘘や。とりあえず会いに。でも通報さ。心配あらへん、あんたは部屋に隠れとき。さあ急ぐ。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。ふぅ、さっきなんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。あら、よいみやちゃん、いらっしゃい。どうぞ。お隣の方はお友達。そや、そうだった。せやな。それと、おお、ありがとう。生きてるうちに。大丈夫やって、まだまだぎ昔はた、昨日も雑草。そうやったん。お茶とお菓子を。気にせんといて。そうそう、もう。それじゃあ、わかった、ついてきてくれるか。と、そう、よ、はあ、ふっ、ふっ、せっ、はぎょ、ふっぎゃ、完璧やな、これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。よっ、
トルおじちゃん。ぼちぼちだよ。みんなのおかっこないだりー。大変そうだな。無理そうだったら平気や。そうそう、おお、香りおばさん、家族はみんな、ああ、そばにいてく。今谷さんとこ見た感じ平成やけど、ああ、用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子は、若者は、そういえば、ええ、お正月もうなんそうだったか。本当は花火が打ち、でも気づいたらこの50共に愛、50年の大丈夫、花火を見、本当にそうだ。あんな作次郎が帰ってきたんだな。うちの子の小さい頃だけど、あの頃の作けど、うちのケース子供というのは、そうやって、ケースケは何も意地になってる。他の子と作次郎、そうやったんか。あいつの決心が、幼い頃は親友、わかった、作次郎はうちらでな。もうこんなに、どうしたらええやろ。ひとまずこのことを作次郎に、ユイミヤ。え、なん、父ちゃんは平気、花火大会全然きせやけど、あちゃー参ったわ。作次郎まだ決心、父ちゃんどこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まっても、せや、名前名前、急にここに来るなんて、やないと密入国で人を大勢よこさへんやろ。名前は、名前ならさっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケースケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。作次郎、よいみや姉さん、フクロムシナを追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。お姉ちゃん遊んでくれないの？かんにんな。せや、戻ってきたらアメちゃん、よっしゃアメちゃん。それでな、見たよ、誰かを追っかけた、あのおっさんたち。いやいや、心配あらへんよ。あんたらは大人、うん、こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったら、うちらが助けるしかあらへん。あそこ見てみ、天領奉行の連中や。公務中だ。作次郎と立ち入り禁止だ。ほんま邪魔や。花火見えひん？ぜ、いや、動かないでね。先に、せっ、おっと、師匠の技を食らいなさい。痛いのに転んでて、反響、怖くない、怖くない、引くぞ、やっ、炭になるがいい、行くぞ。先に引くぞ。それ、公務を妨害するとはいい度胸だな。このようなし、どこに逃げようと
必ず中罰を下してくれる。おっかない、無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。その剣筋、お前にしょ。最後に負けを認めるよ。お前がこの好きに思この船を作った。待ち、そう簡単に。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だ。大丈夫だ、宵宮。過去のことを語ってもどうしようもない。ならこうやってこいつと話すことなどない。お尋ね者、かつての友情。なんでそないなこと言う。あんたの部下をなんで二人とも話す。お前の考えすぎだ。大体何も知らないくせして。いいよ、宵宮。このあかん。まだ何もで、今谷さん決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝っ、こないな状もし、お負けたら。よいみや。その申し出。長官、支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。おいらたちも手伝おう。よいみやを一人で戦わせるわけにはいかない。よし、行くぞ。まず、へっ、そう、行くぞ。よく見ておけ。話が通じないなら叩くまででしょう。あ、こいつら。下がれ。あ、はい。ここには近は。お前という娘はどうして。それはあんたの父ちゃんやったら孤独をか。実は昔の考え。僕はモンドの稲妻を離れた。僕は逃亡し、未だにここを変えたい。いや、もう君は逃げていないのに。僕の心にはしこりが。そして運命に。ライデン将軍に憧れ、だが今やって俺は船は身の。え、お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。今の時代お前に手を。道中安心してくれ。また君と。ああ、左遷は避けられないだろうな。俺もいい歳して何を。作次郎が。作次郎をここまで。宵宮の言うと。でもそ。ああ、今うちはあんたの両親と仲。長野原家の跡継ぎの噂は。そうだ、短冊がない。そうか、ならいい。あんたのために気にせんといて。さっきの宵宮。うちはおしゃべり。会話せんと何も解決はできひん。作次郎と圭介をさ、行こうか。花火を見る。あんたらの花火はと。
あれは。最初あれが父ちゃんに、おお、どこへ行ってもきっと時が深く、せやあんたらも、でも花、実は聞こえてたんや。自分の作ったもんが空に上がるのを、さっきうちにとって、ああ、船を用意、ケイスケの、そしてケイスケ、あ、そうだそうだ、新年、うちにとってはせやな。おい、今まで聞かれたことたまたまな、ほんでたまたまみんなと知りようて物語を聞いて、ほんの一瞬、せやけどみんなの思いは消えへん。みんなが花火に、おやないと、みんなを、うち複雑なこと、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れて、ほんまに誇らしいんや。焼けた焼けた、香ばしい匂い。私もレシピがあれば。はい、二人ともうまくできた。あ、これは神里様。はい、旅人さんに手伝ってもらって作っ、お持ち帰り。もちろんです。で売れる、素敵です。私はそれで、ああ、じゃあピザを作っ、そう、じゃあ二つ目の組み合わせを、そう、あとはできた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、じゃあ早く、かけました。ありがとうございます。旅人さん、パイモンさん。
働いた後の熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理は。おいしい。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さん、そのちょっとだけ話したな。私の、はあ、別にお菓子慰めてくれ。それはすべ普段から近くにいるのを。そうだぞ、お前に友達はいる。おいらたち、ありがとうございます。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろ。はい、私もあなた方を大切なお友達だと思っております。いいんだお前も。おか、はい。でもそのことについて私が思うに、失礼。はい、私です。稲妻にはもうすでにこの方面から。それって稲妻にも。稲妻に来る前、空を飛んだり地下をかけたり。私もさすが機会があった。本当ですか。しかしその前に旅人さん。もちろん。それでは気も。神里様、こちらが完成したお着物です。ありがとうございます。本当に可愛い。旅人さん、私から一つ。おー、白鷺を抱き、あなたをただ働きさせるわけにはいきません。はい、そういえばパイモンさんは。きっと見るたび思い出すさ。よし、ツバキ。私もおかしいですね、手記によ。しかし、おお、そうだ、そうで、鶴は童話みたいなお話だな。なんだかもう少し近づ。ああ、
山壁に茂みがあるけど、何か手がかりはないか？式に書いてあったことを思い出してみる。いいですね、空っぽです。他を当たりましょう。いいですね、空っぽです。他を当たりましょう。
手合わせならいつでも付き合おう。珍しく丘に長くいるせいか、少し慣れないな。残した、これはどうやらもしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん一度外に出ましょう。ここの雰囲気は思っていたものとは少し、そうだな、暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。ここなら大丈夫でしょう。早く、な、貴重なお宝、どうした？いきなりそんな小声で、彩香が手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に、でも、旅人さん、全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、この手記に書かれた真実内容は違う。狐真実ではございません。椿さんの書、私の、驚きますよね。私も椿は普段の私と同じ以下の全てを手記の中に書く。それって、はい、あなた方に、それどころか手記を読んだ彩香、お母様がお父様に、それだけでなく両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家の全てを引き継ぎました。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様も、お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の、しかしこれはいけないこと。この手記をよ、綺麗なお着物を、この、もしかすると、あなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし、私は確かにそのような考えを持っています。上里彩香としてではなく、普通の女の子として生きるという思いを、お母様が書いていました。稲妻の民たちの間で私も見たこと、しかし私たちの立場では闇雲、私たちを、お母様は人々がそうして、そうだったのか。はい、こういうことを言う、ふさわしくないなんてことないぞ。知らずし、どうやらお母様のために、はい、ありがとうございます。お母様と私、お母様は実現できない願いを椿に託した。いえ、この方法を、その、旅人さん、私たちの告知を見た時からずっと行きたかったんだ。彩香
も興味あるんだろ。はい、あの、私はその、私と一緒にお祭りに行ってくれませんか。行く行く。よかった、今から行けば。そうだな。人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台も。私き、うん、なくなってきただけで。おい見ろ、あそこの屋台、お面がたくさんあるぞ。祭りに参加、以前はその、よう神里家、あ、みんな特に神里家の、神里のお嬢様を見たことがないわ。そんな、私とあ、いいえ。おお、旅人、若いの。ああ、そ、おい野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収、あ、あま、その、あまり大げさには、私たちはただ、感謝するだって、もうそうだ、いえ、いいんですよ、俺たちみたいな。しかし、もう、わかりました。おじさん、おじさん、お、おいら一人だ。パイモンさん、でもなら、葉っぱをかぶるのは、本当にあれ、いいんですよ。はい、